皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、友達がほぼいない、このアークウィザードのフィギュアです。この素晴らしい世界に爆霊を、ユイユン、コスロリバージョン、7分の1スケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回はアミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。自称メグミンのライバルでアークウィザードであるユイユンがオスロリ姿でフィギュア化されました。一体何を企んでいるんだ。この素晴らしい世界に爆炎をという作品があるんですけども、この素晴らしい世界に祝福をというライトノベルを原作とする大人気作品のスピンオフとなるんですけど、魔法を得意とする子を魔族の少女めぐみを主人公とした物語なんですが、その中にユニオンという少女が出てくるんですよ。めぐみの同級生にして自称ライバルで優等生で常識的な性格ではあるんですが、騙されやすくてちょろい一面があります。友達が少ないのに友達はいると言い張ってて、イマジナリーフレンドを作ってはたった一人で誕生日会をやっていたりするってこともあるんですね。何かにつけてめぐみに勝負を持ちかけては、ほぼ毎回めぐみの奇策にはまりまけるんですよ。ただしめぐみよりも背が高くて発育が良い部分は勝っています。ぼっちとネタにはされるものの、様々な中級魔法を使用できるので、めぐみにとっては頼もしい友達なんですよね。そんなユンユンが今度ゴスロリ姿というこう魔族らしい中二病全開なフィギュアになって発売されるみたいなんですよ。フィギュアだからユンユンに何をしても良いと思っている人がいるかもしれないんですが、そういうのはこっそりとやるのがおすすめです。ダメですよ。書き下ろしイラストをモチーフに7分の1スケールで立体化されていますよ。こう魔族らしく中二病ポーズを格好よく決めていますね。ユンユンの可愛さもギュギュッと詰め込まれていると思います。ファンサービスだ。オリジナルのゴスロリ衣装は黒をベースとした大人びた色合いとなっています。ダークなテイストのゴシックな衣装にはフリルやリボンがついていて可愛らしいデザインでもあります。コルセットやフリル部分、カーターベルトにシワの表現も丁寧な造形が施されています。すごいです。髪の毛先にリボン、スカートのふわっとした波きも表現されています。ちょっとした躍動感も伝わってくるのではないでしょうか。躍動感のある造形となっているので、中二病感もより引き立っています。粉砕玉砕大喝采。スカートからのミルガーターベルトがしっかりと作り込まれていて、ユンユンの柔らかい太ももの魅力が際立っています。ふわりとしたスカートの丈は短く、躍動感のある造形でもあるので、もう少しでパンツが丸見えです。胸のボリューム感もバッチリ再現され、とっても柔らかそうに作り込まれているのもエロいです。油断も隙もないわね、いやらしい。恥ずかしそうな表情を浮かべつつも、しっかり決めポーズを取ったユンユンにあなたも魅了されてしまうこと間違いなし。また別売りのめぐみんのゴスロリバージョンのフィギュアと並べれば、より世界観が味わえて仲良し2人も楽しめちゃいます。ゴスロリ姿のユイユンの可愛さをたっぷりとご堪能ください。だってそれが愛だろう。こちらのフィギュアは2024年3月に発売です。そしてお値段は 19,840 円です。このフィギュアをお迎えしたら、ゴスロリ姿のユイユンの魅力を SNS などで広げてあげてください。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事を下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、その紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。